うわ、やばいのができてしまった。なになに？ホームセンターで買ったレトロなソーラーライトがいろんなシェードにぴったり使えたぜ。え、しかも、無加工で。そうなんだ。たった980円で、屋外でも使える金属製のシェード。これはやばい。LED ランタンライトを簡単カスタムするなら、多分これが最終形だと思う。しかも、いろんな100均ランプでも使えるんだ。かっこいい。購入は近くのコーナーか概要欄のネットショップで確認してね。今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。きっかけはサルがコーナンというホームセンターで買い物してた時のこと。と見かけたソーラーライトの値段が気になったので手に取って材質を調べてみたら、なんと金属とガラスだったんだ。うん、この価格帯のって普通はプラスチックだよね。そうなんだ。ただこの値段の安さが不可解だったので謎を解き明かすべく購入して家に連れて帰ったよ。さすが研究熱心というか単なる好奇心と DIY 熱だな。で、開けてみたらどうだったの？本当に金属製だった。材質の表記は金属かっこ鋼って書いてるから、おそらく屋外使用を想定して鉄より錆びにくい材料を使ったんだと思う。へえ、いいじゃん。見た目はかっこいいけど、これで実用性も高ければ980円で売ってるはずがないんだ。実用性はどうなの？うん、 LED をつけてみたらこの通り。暗い部屋でつけてみても薄ぼんやり光ってて、よく言えば雰囲気あるけど周囲を明るく照らす能力はない。キャンプ場みたいな真っ暗闇だと照明としては使えないね。そうだな。そこで他の光源が使えないか試してみることにした。元からついているランプは外れるの？いや、わからない。とりあえず下は外れそうにないけど上は回るみたい。で、結論は？上を外すと中から LED まですっぽり引き抜くことができた。なんだ、意外と単純な仕組みだね。うん、けれど下のガラス部分は外れなかった。仕方ないので LED としては明るいやつを使ってみた。何使ったの？うん、ダイソーで330円で売ってるテープライト。長さが1メートルあるけど、これをガラスの中に挿入してみよう。入るの？うん、なんとか入った。ではダイソーのバッテリーをつないで早速点灯してみよう。うわ、明るいじゃん。そうだな、これなら明るさはバッチリだけど、問題は上から飛び出たコードだな。うまいしまい方が思いつかない。やっぱ下のガラスを外した方がいいよね。外せないのかな？最悪割って外すとか。いや、割るのは最後の手段。なんとかして外れないかと思って結合部分を観察していろんな角度からいじり倒していたんだ。そしたら、あ、外れたの？そうなんだ。この動画を一般公開することに決めた瞬間だな。これが外れてくれれば面倒くさい加工はしなくて済むからな。外れたランプはきちんとガラス製だった。外した LED をつけてみたら普通に充電式の LED 光源として使えるので明るくはないけど別の機械に使えるかも。やったね。で、上にすっぽり開いた穴から何を入れるの？その前に穴の内側を観察してランプの口金のネジが止まっていた仕組みを確認しよう。わかった。口金のネジが穴にあるごく小さな突起にはまって止まってたみたい。わかりにくいけどかすかにとつってる部分が2箇所あった。この突起にネジの溝が引っかかって、回せば付け外しできる仕組みだったんだ。それから DIY 好きな人にとっては大切なことは穴のサイズ。直径が28ミリ強だった。ちなみに一番下の直径は68ミリ強だから、この情報があれば、皆が持ってるライトが使えるか判断できるはず。で、これは何を試しているの？50/50 タイプのパチライトを入れてみた。Amazon で760円で買える充電式の使えるやつ。セカストで買ったリール式のキーホルダーをつけてるんだけど、差し込んでみたら、ちょうどよかった。これなら明るくていいね。けどどれぐらい連続点灯できるの？87ルーメンの節約モードなら実際に4時間ぐらい持ったので、結構使えると思う。そうなんだ。安いのにすごいね。そっか。
これも YouTuber のゆうしさんがレビューしてたやつだね。そう、ゆうしさんの光物レビューは間違いないからな。で、今度は何を試しているのかな。スームルーム製のミニライト、ゴールゼロとよく似てるやつ。これも確か2000円ぐらいで安かったけど、実用性高めで優秀なライト。三脚取り付け用のパーツを外せば、上の穴から入って止まる。まるで純正品みたいね。そうなんだ。このライトはランタンモードにすると光が目に入ると眩しいんだけど、シェードがあるといい感じ。ライト全体の雰囲気がとっても良くなったぜ。で、ライトが下に落っこちないの。これでいいんじゃないかな。うわ、雰囲気。しかも明るい。そうなんだ。シェード単体ならオークションでも普通に売ってるけど、下にグローブガードまでついてるのってさらにゴージャスな感じ。ちょっとレイルロードっぽいな。うん、だからこれだと吊るすだけじゃなくて置いても雰囲気良くなる。懐中電灯モードにすれば高く吊るした時は下側が明るくなるしな。いいな、これ欲しい。コーナンのオンラインショップで購入して、住んでる地域にある店舗で受け取れば送料いらないから1000円ぐらいで買えるみたい。けど製造コスト的には1000円じゃ割に合わなさそうだから、多分買えるのは今だけだと思う。倉庫の在庫がなくなったら増産しないかも。安すぎるもんな。ちなみにこのライトはボタン長押しで明るさ調整できるから、シーンに合わせて光量調整できるのも便利だと思う。そうだね、ボタン操作が少しやりづらそうだけど、まあ可能な範囲かな。うん。次は何を試してる？100円ショップで売ってる乾電池式の LED ランプ。明るさはほどほどだけど、電池式という点で便利なんだ。ただし穴に入らないので一工夫は必要だけどな。さっきのマイクロライトみたいにキーホルダーでいいんじゃないの？何やってるの？バリエーションつけた方が可能性広がるから、今度は手元にあったバーベキューネットストッパーで固定してみる。まあ、吊るせれば何でもいいもんね。小さいクリップをランプにつけてからストッパーにつければちょうどよかった。この方式のメリットは、ストッパーをつまめば外せることだな。このランプは防水機能がないので濡れるとダメだけど、110円で買える電池式のランプとしては安定しているので気に入ってる。そして、次も100円ショップのランプかな。うん。今度は USB ケーブルでバッテリーが使えるやつ。これも明るくて便利なんだ。バッテリーは必ず予備で持っていく人が多いと思うから、内蔵の充電池がなくなった時には本当に役立つランプ。入り口で突っかえてるけど。この場合は、ついてる針金を手で取れば大丈夫。USB ケーブルが1メートルついてるから、裏側から入れて引っ張り出すんだ。これで OK。おお、しかもぴったりだな、気持ちいい。じゃあダイソーのバッテリーをつないでみよう。モバイルバッテリーつないだらかすかに点滅するんだけど、側面のボタンを押せば連続点灯するみたいだ。光の色が白いから一層明るく見える。うん、そして吊るすときはどこかのフックに全体を引っ掛けると思うから、ケーブルも一緒にフックに巻きつけておけばいいと思う。このランプのデメリットは消すボタンがないことだな。消したければバッテリー外すしかない。なるほど、でも明るいのはいいな。バッテリー直結なら充電も安心だし。あとはシェードが金属製で熱に強いから、アルコールランプやキャンドルも光源として使えそう。LED もいいけど、実際に燃える炎は眺めてるとより楽しいんだ。ただしその方法を紹介してると長くなってしまうから、ここで一旦切ります。アナログの炎が好きな方は、良ければチャンネル登録して次回も見てください。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良かった方は、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。